練馬区が魔法の街に生まれ変わっています。ハリーポッターの施設オープンまであと4日。練馬区は区内の名物店長ら10人を魔法使いに認定するなどイベントを展開し、街を盛り上げています。今週金曜日、練馬区の豊島園跡地にオープンする映画ハリーポッターの体験型テーマパーク、ワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター。練馬区はこれを機に街の魅力を知ってもらい、多くの人に訪れてもらおうと、魔法にちなんださまざまなイベントを展開しています。その名も練馬シティウィザードプロジェクト。一環として作られたのが、観光センターではこのようなカードを作りました。これがシティウィザードカードです。シティウィザードカード、区内の名物店長ら10人が区公認の魔法使いに選ばれ、店を訪れるともらえるトレーディングカードになりました。イラストは本人の顔を再現したものになっています。日々日々誰かのために美味しいものを作ったりとか、誰かが喜んでもらえるような笑顔にしたりとか、お風呂屋さんで疲れを癒してもらったりとかっていうこと自体が、やっぱりちっちゃな、ね、奇跡を起こしている、魔法なんじゃないかなと思って、でそれをテーマに、何かしたら面白いんじゃないかっていうふうに考えて、でカードっていうのを作ったんですよね。魔法使いの一人に選ばれたのが、パン屋マザーグースの店長、萩原ひとみさんです。マザーグースは練馬区の西武線江古田駅近くに店を構えて107年、萩原さんは3代目店主で、多くの人に愛されるパン作りを続けています。もうキラキラカードなので、あのファミリーの子供さんとか、それからなんかペアで来る方もいらしてくださって、カードありますかっておっしゃってくださるの、すごく嬉しいです。カードにはそれぞれ合言葉が決められていて、店で合言葉を言うと商品の割引などのサービスが受けられるということです。萩原さんはカードをきっかけに多くの人が街を訪れ、練馬区を盛り上げたいと意気込みます。まずはハリーポッターの施設なんですけど、もう練馬区をもうとにかく皆さんに、宣伝して、その街のにぎわいを見ていただきたいということと、やっぱりこのシティウィザードの、店主さんたちいっぱいいらっしゃるので、ぜひこの店舗さんは回っていただきたいです。